私これ個人の考え方なんですけども、やはり昔からこう空手始めた時からもう空手が大好きになりまして、じゃあ自分は向上するためにはどうしたらいいか、もっともっとこう成長したいなっていう時に、やはり空手だけじゃなくてですね、いろんなものを参考にさせていただきました。さっきもお話したんですけども、少林寺拳法の本を買ってですね、コンピューターグラフィックスあれも買いまして、こういうふうにしてるのかと、もともとそう興味があったんですね。で私個人も個人として合気道の大会見に行ったり、少林寺の大会見に行ったり、柔道の大会見に行ったり、僕はそんな違和感なかったんですけども、そのきっかけというのはやはりその黒帯っていう映画がですねありまして、あそこでいろんな人が交流 して、お互い技術を披露し合って学んでいくと、そういう形であの映画が出来上がったんですね。でその後にその西さんが YouTube チャンネルで黒帯ワールドを 作っていただいてですね、そこでまあいろんな方とこう交流して、あれが一つ映画がすごく大きなきっかけになったと思うんですね。その少林寺空手だけじゃなくて、空手の中でもなんすんのめ空手じゃないかと、あるいはなんで振り子の顔面って高まるんじゃないかと、低レベルなそういう争いだとか言い争いがあったんですけども、まあ、黒帯って映画の中で、いや伝統空手ってあんなすごかったのかとか、いや振り子の人だってちゃんとやればすぐ応用できるじゃないかと、まあ、実際現場でやったら本当にお互いがこううまくいくと、それが一つのきっかけになったと思うんですよね。お互いになんかすごくそれまでがギシギシしてたのが、お互いにはいいとこ認め合ってと、まあ空手の中だったんです。それがだん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 こう広がってきたと思いますね。だから映画あるいはその黒帯ワールドですかが、これもものすごく大きなきっかけになったと思います。はい、私の方はですね、知り合いから黒帯 の DVD をいただいたんです。でそれでどんなんかなって見たら、そこで、まあ、中先生と八木先生で一応最初は俳優さんだと思ったんですよ。俳優のちょっと待てよと、こんなすごい俳優がいるのかと、それはもう一番の印象だった。ほんならそしたらまあそれ見て、それからまあいろいろ行くと、中先生が、まあ、YouTube も出たりとかしてて、そうすると空手協会の、まあ、本当に指導員ですごくやられてるということが分かって、あでそこで、ね、実はホッとしたんです。あやっぱりそうだろうと俳優じゃないのに、まあまあ俳優もされてホッとしたんです。俳優にやられたらたまらない、あんなもんやられたら困るなと思ってですね。でまあそれで中先生のところに、私のそのこれが興味を持って、で中先生はちょっとね、まあシンクロに見てじゃないですけど、要は思いを強めていくと、まあ、会えるっていうことがこうあるんですね。はい、で、まあ、私だから YouTube を見たりとか、その DVD も買ったりとかして、やっぱりすごい方だなということで、ずっとそれが、まあ、あって、で、まあ、ここからなんですけど、その時にまあ、そこにいる黒本職員がなんかつながりがあって、で、中先生がっていうことであって、でその時には、まあ、道場見学で、それから体験ということで、多分それは私他の YouTube とか DVD 見てるんで、多分まあそこまで来られるかなと思って、ただ私の感覚としては、まあ、うちとしてはもうそういうことないから交流するようなことはまず今までないんで、多分まあ
こういうことは通らないだろうと思ったら彼が通してきて、彼が通してきて、でもう本当に今までない、今まではね、なんか殴り込みが来てっていうのはあったかもしれないですそれで、まあ、機会いただいて、でそれから、まあ、出るようになってということで、でまあね、やっていくと、まあ、同じ道で、同じことで、ね、方向性も私は同じで、だから分かり合える感覚もあるし、で技術を通して自分作りや人作りっていうような方向性をしっかり持たれるので、でだから長いお付き合いもしたいなという、でやっぱりそういうところ西川のところでいろいろとこう機会を与えられてもらってですね、まあ、現在に至るようで、はい、前もこれ言ったと思うんですけど、私が中学生で空手を始めた時に、その道場の先輩で、東海大の初日拳法の帯の方がいたんですよ。僕初めて飛ばされたのその方で、中学生ですよ、思いっきり腹切られてうわっと思ってでその蹴りが全く見えなかったんですよ。やっぱそれ聞いたら少林寺拳法ずっとやってたと、で卒業してから空手始めた人なんですけども、その印象がすごく残ってましたの でその時に天秤とかいろいろ教わったりですね、はい、まあ、そういう中学生時代から接してましたので、ね、私は、はい、井上先生は逆に若き日の井上弘美若干、まあ、激しかったところに中田先生 の若い頃の YouTube をちょっとなんかどっかで見たことあった試合の、あ、試合の、試合のすごい、ね、すごいね、今も考えられないと思ってもえにもえに切っててでも若い頃は井上先生はこの日本空手協会とかその伝統派空手っていうのはどんなイメージ持たれてますか。私やっぱり空手には、ですね、興味持ってたんですよね。それ高校の時は武道をやりたいということで、できたらまあ空手があれば空手をやりたいということで思ってたんですけども、ところがたまたまブルース・リーの映画が流行った時期でもあったんで、まあ、その流行った時期に空手っていうのがすごく頭にあって、本まあ、その頃はよう分からずにいろんな本を空手の本を買って。でその頃にちょうど少林ブルース・リーの映画があって、少林寺拳法もいいなと思った時に中学校の友達、まあ、高校で別れた時にその友達が、俺の友達が少林寺拳法やってるよっていうことで、それで少林寺拳法の門を叩いたっていうのがきっかけだったんですね。まあ、ブルース・リーの影響もあったんですけど、その前はやっぱり空手ということで、まあよく皆さんもご存知だと思うんですけど、空手ばかりしたっていうのがこの頃流行ったんで、そういう意味でその空手をちょっととにかくやりたいということで、それでずっと本を探して自分なりにやってて、でまあそういうことでブルース・リーの映画でということで、たまたまなんですけど少林寺拳法の導入があって、それがまあきっかけですね。ずっと少林寺拳法やりだした。この2人が若い頃に出会ってたらいい飲み友達になったそういうの見たいですよね。井上先生が感じますと、少林寺拳法内部ではどんな反応なんですかね。いや、もうやっぱり YouTube とかありますし、 DVD もありますけど、やっぱり中田先生のこの話題っていうのは、実は日曜日ですかね、前回日曜日千葉県の方 の研修会行った時に、その、主催者側が DVD のことももちろん知ってて、できたら講義を50分やってくれっていうことですよね。講義の中にその時の、まあ、あれですね、撮影のどういうような撮影だったかとか、中先生の話とか、そういうのはとにかく入れてくれるということで、それがね、この間行ってみて、やっぱりそれほど中先生のことにすごい皆さん興味持たれてるというか、もう本当に習ってみたいというようなことが多分大きいんじゃないかなと思うんですよね。それほどもう少林寺拳法の世界がすごく有名だと思います。どうですか、どうです中先生、それ聞かれて。いや、よくアンケートとか見ると、やはり少林寺拳法やってる人が少林寺拳法 の先生方の凄さにびっくりしてるとか多いと思うんですよね。普段なかなか先生方と接せれない方も多いと思うんですよ。ビデオ見て反転でびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、僕はよくいろんなコメントとか見てます、はいはい、やっぱり総本山というか、はい、総本山系統というか、先生方の非常にレベルの高い、はいはい、めったに習えないような技らしいですよね。そう思いますね。そう思いますね。どうなんですかね、皆さん、ね、そういう意味で。やっぱそうなんですか。なんか耳がにやり、にやりって、その辺が僕たちよくわからないので、井上先生、どうなんですかね。というか、実は自分にとってこの良かったのは、まあ
アニメはうちは閉鎖的というか、あまりそのよその武道を入れるとかそういうことはまずなかったんですけど、でも自分らの若い頃、まあ、辞めた先輩もいるんですけども、ずっと技を 本山でやっぱり、まあ、私東京なんですけど、ずっと研究していた技がいっぱいこうあるんですね。そのいっぱいある中で、それをちょっと試しで研修会でやると、あれは何だっていう話になっちゃう恐れがあるんですよ。ところが今回の一作目が出た時の反響と、それがまあ一作目もそうなんですけども、自分がそのオープンにあのそういう応用技をこうやれるんですね。でただもう一つだと、私はやっぱりあの中先生からいろんなことを学びますけども、まあ、でもそのまま他の武道をこう持ってくるようなことはやりませんので、影響はありますけども、だからやっぱりうちの方形をいかに活用してということで、それであのいろんなこの応用技をやっていくと、それをみんな今度受け入れてくれるようになったというのは私にとってはすごくあのいいですね。でもう一つはあの、有段者で、まあ、例えば4段5段特に4段5段の人であれば、あの方形をしっかり練習してきている人であればですね、私がちょっとこういう技が応用であるよって言ったら、基本的に中先生はもっと早くできちゃうんですけど、基本的にあの何回かやればすぐ同じ自分と同じぐらいできちゃう。それは方形という型の中を一生懸命練習してたら体が覚えてるから、それがちょっと変化するだけの話なんて元があるから、ですぐできちゃっていっぱいあのできてしまうんですよね。この間そうですね、向川さんね、この間もできたでしょうと。研修会なんか行ったら一番最初私がやったら多分何をやったかわからないと思うんですね。ところがでも説明してやったらもうすぐ変えてきてしまう。とか中先生はもっと早くできちゃう。やっぱりこうあのローキックを足で絡め取るみたいな技術がやっぱり人目を引いて、なんかこうなって一気にこうなったのは井上先生っていうのはちょっと神経複雑みたいなのがありますか。多分私より少し下の年代の、私が本部にいて指導してた時、大学生の時にはその合宿で来てた時は彼らはもうほとんどそういうことを知ってますから、だからあれはもう若い頃にこう自分らがまあ研究してやってきたことで、それであの合宿でやってる、その当時もやっぱり古い先生がね、あれ何やっとんだいの上とかやっぱり言われた時期はあったんですよね、はい、でもまあ、 昔やってきた、まあ、あのことを、第一作目の時にちょっとやらさせていただいたということで、ですからあの正直私があれをやって、まあ、西川とかこう取り上げていただいてですね、あれがあんなになるとは私自身はあんまり思わなかったんですよ全然、まあ、普通にやってる技だったんで、ね、なんでそういうふうに反響があるんだろうかっていうのは、いやいや、ああいう発想がないですよね。ないですよ、まあ、まず発想がないですよね。Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。